はい、どうも、ホソピーです。いやー、すげーリークが出てきましたね。iPhone 15シリーズじゃないというところがね、ちょっと面白いんですけれども、この iPhone 13 mini だとか、13ですね。まあ、これに関してはね、まあ、13は販売継続、15が出ようが、まあ、こちらは販売継続になるでしょう。で、13 mini はですね、まあ、販売終わっちゃうよ、みたいな話になってたと思うんですけれども、まあ、なんとそれがですね、USB の Type-C に変わって、販売が継続になるのではないかと、まあ、こんな予想が立てられていると、まあ、これ適当に言ってるわけではなくて、まあ、何かしら根拠があるというところでですね、本日は、まあ、このリークをですね、ちょっと深掘りしていきたいと思います。iPhone 13 mini のね、継続販売、まあ、賛成してる方はですね、ぜひね、高評価をしていってください。本日も行ってみましょう。細 B チャンネル。はい、ということで、まあ、今回の、まあ、このリークのソースはですね、まあ、ツイッターのですね、アーロン氏ということで、まあ、こちらの方がですね、まあ、ツイートしているというところで、まあ、記事でね、まとまっておりました。で、iPhone 13は、まあ、冒頭に言った通りですね、iPhone 15シリーズが発売になっても、まあ、おそらくですけれども、1万円程度、まあ、値下がりをして継続販売と、まあ、こういう形になるでしょう。で、今、Apple Store に残っている iPhone 12が、まあ、消えてしまって、その位置に iPhone 13が入っていくと、まあ、これがまあ大方の予想ですよ。で、iPhone 14、これですね。これがまあ1個片落ちになって、まあ通常であればですよ。これがまた1万円ぐらい値下げになって、今の13の位置、まあここに入ってくると。で、iPhone 15と iPhone 14と iPhone 13。まあこれがまあ継続販売になって、価格がこううまいことですね。まあ1万2000円ずつぐらいに、まあこう差がつけられて、すべて継続販売と。まあこういう流れになるっていうのが、例年通りの流れかなというところですけれども、これがですね、まあ14が、まあ、継続販売にならない説っていうのも、まあ、あるということもね、このアーロン氏は指摘しているようです。まあ、その方が合理的だっていうふうに、まあ、言っているということですね。で、そこに何がやってくるかっていうと、この iPhone 13 mini、そして iPhone 13ですね。継続販売になるものは、まあ、この2つ、これを残すべきだと。まあ、これが合理的であろうという話をしてます。で、これに関しては、まあ、確かにね、一理あるなっていうところはあります。で、iPhone 14とか14 Plus の売れ行きというのが、まあ、世界的に見ても、まあ、かなり、よろしくなかったというところで、まあ、廃盤にしてしまって、まあ、今も売れている iPhone 13、なんだかんだでですね、BCN ランキングとかこう確認していっても、今売れている機種、まあ、14もね、まあまあ上位に入ってます。15位とか20位前後ぐらいにあるのかな。まあ、ただね、1位で間違いなくこう売れているっていうところで iPhone 13 1位2位3位ね、確か独占してるかな。まあ、そんな状況になってますから、まあ、それをまあ値下げして、チップも同じですからね、 A15 チップというところで同じなので、まあどうせだったら13を残すべきだろうというようなことをね、まあ、指摘しているということになってますね。で、この iPhone 13 mini とか13がですね、 USB のType-C、 今はもちろんね、ライトニング端子ですけれども、これが、まあ、この部分だけが Type-C に変わり、まあ、iPhone 15とね、同じようにですね、まあ、iPhone 15まだ確定はしてませんけれども、USB Type-C になると言われてますよね。それと同じように、まあ、ライトニング端子から、まあ、これ、形だけ同じように残して、この端子だけを C に変えるってことが、まあ、技術的にできるのかっていうと、おそらくまあ、できるとは思うんですけれども、まあ、ただね、比較的なところ、そのデータの転送とかのスピードが、まあ、プロモデルとは、まあ、やっぱり差別化されるんでしょうけれどもね。まあ、そのあたりは、まあ、いいとして、100歩譲っていいとして、ライトニングから USB Type-C に変わるというようなことを、まあ、してくれるのかどうかというところになりますけれども、これについて、TBOS17 のですね、ベータ5、まあ、そこから発見された、まあ、謎の識別子ということで、まあ、それをですね、分析していったところ、未発表モデルの識別子ということで、まあ、未発表モデルなので、Type-C に変わっている新たな13 mini だとか、13とかね、そういう可能性があるよっていうところをなんかどうやらですね、見つけたみたいです。まあ、これについてはですね、まあ、Twitter でね、まあ、私発信しておりますけれども、今 X か、ずっと Twitter っても言ってるんだけれども、まあ、X でね、まあ、出したところ、まあ、皆さんのね、反応はね、結構あります。
ました。まあ、それを待っていたんだというところで、まあ、iPhone SE の第3世代が、まあ、今出てますけれども、それの第4世代っていうのがね、どうやら、まあ、来年の2024年にも出ないし、早くてもね、2025年っていうふうに言われておりますので、まあ、そうなってくるとですね、本当に小型 iPhone で、まあ、置き換えたいよって考えてる人はですね、選択肢がほぼなくなっちゃうんですよね。そんな時に、端子が変わった。しかも USB-C になったぞ。皆さん待望のですね、端子が C になった13 mini。これもう本当に日本のユーザーだけかもしれないけれども、小型 iPhone を本当に切望しているんですよね。で、そんな時にね、端子がやっぱり USB-C になって、まあ、残ってくれた。そしたらもう最高ですよね。まあ、絶対皆さん買いますよ。日本においては結構な需要はあると思います。世界的に見たらね、まあ、やっぱりそんなには売れないのかもしれませんけれども、どちらかというと、まあ、主流ではなくて、好きな人だけが買っていくっていう、こういうモデルになりますからね。まあ、とは言ってもですね、選択肢が増えるっていうのは本当にいいことです。で、まあ、アップルが考えてることって、まあ、端子を今回変えてくるっていうところで、おそらくやっぱり旧型モデルとかが、ライトニング端子で残り続けると、まあ、ユーザーのですね、まあ、この移行っていうところがなかなか進まないかなと思いますから、アップルも、例えば AirPods Pro とかもね、なんか端子をですね、USB-C に変えただけのものを出してくるとかっていうのも、ちょっと噂で出てましたよね。まあ、それこそ、AirPods Pro のケースも、マグセーフ充電に対応したケースに急に変わったりだとか、そういうのもありましたので、それと同じような感じでですね、まあ、しれっとね、ケースの端子をですね、USB-C に変えたやつを出してくるとかっていうので、まあ、徐々に、このライトニングからの卒業っていうのかな、脱却っていうのは、まあ、図ってくるのかなというふうに思いますね。まあ、そう考えると、まあ、過去モデルの、まあ、継続販売になるもの、まあ、これをですね、端子を変えて再販売するっていうやり方が出てきたとしても、まあ、おかしくはないですよね。で、さらに言うと、ユーザーもやっぱりね、USB-C の端子で、それこそもう新しい Mac だとかは全部 USB Type-C になってますしね。あとは iPad Pro だとか、まあ、ここ最近のもう iPad Air とかね、iPad の無印の第10世代とか、どんどん USB-C にも変わってきてます。まあ、ほとんどの製品が、まあ、iPhone だけなんですよね。取り残されてるのが。それ以外が、どんどん USB の C に、Apple も変えてきてるのに、iPhone だけなぜか縛っているっていうところが、まあ、ずっとやってきてたので、まあ、今回やっとね、まあ、まだ確定、100% 確定ではないですけれども、iPhone 15 シリーズで USB Type-C にしますと。するでしょうと。まあ、こういうふうに予想を立てられてますから、まあ、そこで継続販売になる他の iPhone も合わせてね、USB の Type-C に変わってくれるっていうね。まあ、こういうふうになった方が、まあ、合理的っちゃ合理的だし、まあ、Apple としても、まあ、今後ね、またやるでしょう。あれ。Made for iPhone。ね、あれやりますよ。Made for iPhone バージョンの USB の Type-C のケーブルを売ってくるでしょうね。プロモデルは高速データ転送に対応してるけれども、やっぱり標準モデルはそれに対応しないとか、Made for iPhone のケーブルじゃないと高速充電に対応しないとか、これはね、まあ、しょうがない。やってくるはずです。そこでですね、まあ、幻滅しないで、まあ、そういう企業なんだと、そういうもんだというふうに、まあ、私はね、理解をして、使っていこうかなとは思ってますけれどもね。ということで、まあ、この iPhone 13 mini だとか、13のですね、USB-C バージョンをどうやらテストしてそうだよっていうね、まあ、こういうお話でですね、まあ、これを聞いて、まあ、日本のね、ミニ好きユーザーにはですね、ぜひね、お伝えしておきたいなというところで、まあ、今日はまとめてみたというところになります。細ピーチャンネル。はい、ということでですね、本日は iPhone 13とか13 mini ね、まあ、これのね、端子が USB Type-C になって継続販売になるかもしれないと、こういったね、まあ、ソースを拾ってみて、まあ、話を深掘りしてみたわけですけれども、いかがだったでしょうかね。まあ、やってることはね、まあ、本当にこの合理的に USB の Type-C 端子を揃えてくるっていうのは、まあ、Apple としてもね、やってくるのかなとは思いますけれどもね、もうこれ切り替えるっていうふうに、まあ、腹を決めたら、まあ、ちゃんとね、そうやってやってくるとは思います。というところで期待してもいいんじゃないかなっていうふうに思いましたね。まあ、あながちですね。いやいや、ない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 みたいなね。そんな感じではなくて、実際にその技術的な部分っていうところも考えても、まあ、例えばなんかパネルを新しくね、作り直さなきゃいけないとか、そういったことではなくて、この中の、要は部品ですよね、端子のね。ここをType-C に変えるっていうだけで済むのか、ちょっとそこら辺はね、まあ、私もわからないですけれども、そこまでね、難しくなさそうだなっていうふうに、まあ、なんとなく思えますから、この端子の
の切り替えというところで継続販売ね、大いに期待したいですよね。これサプライズでこれ急にね、この9月のまあ発表会ありますよね。まあそこでしれっとね、あの iPhone 13 mini だとか13がType-C になってますっていう風に大々的に発表はしないかもしれませんけれども、まあなりますみたいなね、サクッと言っても結構そこは驚くかなと思いますよね。はい、ということで、まああくまでもリークなんでね、そこまで強く期待しすぎて、まあこの9月の発表会の時点でこうガラッと切り替わってね、9月の末頃からですね、Type-C 端子の13 mini とか13が買えるなんてね、そこまでちょっとね早とちりで考えてしまうのはまあ違うかなと思うんですけれども、そういった端末っていうのが実際に多分存在してて実験に使われているんだというところで、まあ前向きに捉えていただけるといいのかなと思います。はい、ということでね、本日の動画は以上で終わりにしたいと思います。この動画役に立ったら面白かったと思っていただけたらですね、ぜひチャンネル登録と高評価の方をお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。